近いとね、すごい上り坂でね、生半可なあれじゃね、無理なんよ。生半可なザクリッパーじゃ、これだ、ここだ、ここなんすよ。生半可なザクリッパーじゃ登れないぞ。さあ、今ギヤヒ、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 2足、ちょっと待って、ギヤヒ、ギヤヒ、ギヤヒ。すげえとこ出てきたよ。誰もいないし、何も終わってないよ。そうなの。ねえ。うわー、 G を感じる。 G を感じる。うわー、うわー、うわー、うわー。千田半島自体がテーマパーク。うわー。ここ北海道？ここ北海道だっけ？すげえな。すげえや。びっくりしちゃった。広大だ。広大だ。すごい広大じゃん。広大な土地広がる。ね、ちょっと見に行ってみたいな。いいぞ。これ絶対この畑の所有者しか通らん道やん。やばいねこれ。すっごいね。やば、これ富士絶対通れん。絶対通れん、これ。ザクリッパー専用道路じゃんこれ。やば。やば。日本狭え、すごいヤシの木畑に植わってる。本当だ、ヤシの木みたいなやつ、ほら。え、ここで育てて植えるの？すごいな。すげえ狭いな、マジで。やばい、やばいね。やば、何これ、すれ違えないよ。どっち、どっち行く、どっち行く。まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。やばえ、どこに繋がってんだろうこれ。わかんない、どこに出るんだろう。ちゃんと大きい道に帰れるかなこれ。ねえ、どうなんでしょう。うわ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 、すごいよ。すごいな、ここ。何もない畑。何もないよ。え、てか本当ここ千田半島なんか。なんかすごい。やば、下の下の草めっちゃコッコッコッコ言ってるけど。やば。これインプだったらこの草で噛めるぞ。おお。あ、でもなんかバイクが走ってった跡がある。本当？うん。うわ、やっぱこれ。え、何これ。アスレチックじゃなくてアトラクションじゃん。ねえ。え、ジュラシックパークかこれ。すごいな。すごいなこれ。山やん。もう山の中よ。ね。これ一応左に行けるんだ。こっち行くの？え、なんかすごいここ。すごいとこに来たよなんか。すごいねここ。うわ、ちょっとちょっと。うわ、出てきた。なんか広いとこ出てきましたよ。ほら広いとこ出てきたよ。広い？もう感覚バカだね。この道を広く感じるんだよ、もうあの狭い道が来たから。あ、やばいやばい、この先幅、この先脱輪注意だってよ。普通車両通行困難。やめようぜ。ちょっと行ってみましょうよ。やだって、やだって、もう帰る。冒険やろ。もう帰る。人生は冒険や。帰る、やだ、帰る。大丈夫だ。帰るよ。帰るよ。あの千尋じゃん。帰ろうよ。ああ、こいつは、よこいつは四駆だぞ。本当に四駆だ。本当に四駆だけどさ。本当に四駆だ。なんでそんな今日チャレンジ精神旺盛なの。バグってるって。
行きたいっすね。わ、これ左だ。え、ちょ、これ左はダメだって。これダメでしょ。これダメ、左多分車は無理だな。これ無理だよ。これ無理だ、さすがに。あれ、自転車専用やろ。だな。水。やばいね。でもほら、これ、なにこれ。黒ニンニク？黒ニンニクの売り場こっちですよって。看板があるよ。ここにそんな看板があるってことか、一応ここ観光客も通るんだよ。嘘だ。もう、だから地元民の場所にこんな看板使わんでしょ。地元の人に愛される黒ニンニク屋さんかもしれんじゃん。そっか。お、やば。いやもう、なんか、もう、やめよう。でも住宅できたよ。あ、本当だ、民家だ。これすっごいな。やばいって、やばいって、やばいって。やばいって、お坊さん何て言うの？やばいって、お坊さん。わ、ここすごい。やば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 い。それやばいわ。あれ、ちょっと田んぼに突っ込んでしまうよ、こんなの。降りれんね、これね。やば。やばい。すっげえ、これ。やばい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 。でもカーブが怖い。カーブがもうすごいな。内輪さん、内輪さん。でもここ普通に車をほら、なんでいるの。いるもん。いや、行けるんか、これ。いや、おかしい。バカ狭。おかしいって、こんなの打つ。これどうやって曲がるん、これ。普通じゃんか。すっごい。すごい。これ行けるの、左。いける。だって車止まってるじゃん。ほんと。すげーな。やば。チタハットって魔境なんやな。いや、この辺の人絶対 K しか乗れんじゃん。おお。もう K しかないもんね、今。普通車が1台だけ止まっとったよ。普通車の人強いな。強いな。もう1台あったわ。すごいわ。ほとんど軽トラか軽自動車が。すげえな、これ。ちょっと冒険心がすぎるよね。でもここに普通に住んでいた人がいるんよね。すごいな。すごいな。多分この辺の人たちもっと車の運転うまいだろうな。怖いもんねえと思う。ねえ、出てきたよ。出てきた。あ、線が書いてある。道に線が書いてある。おお、道にオレンジの線がある。素晴らしい。素晴らしいぞ。ここに出てくるのか。どこだ。ここか。どこだ。いつもの道だ。いつもの道どこだ。俺たちは帰ってこれたんだ。本当？まだ私帰ってきた感ないけど。ここだよ、ここ。ああさっきの。さっきのマルワ食堂だ。ああ、さっきのとこだよ、ここ。あ、いつもの道だ。一周してきたよね。一周してきたんだね。綺麗な円を描いて多分ね、描いてきたんだろうね。すごかったわ。いや、面白かった。思ったわ。これ軽バンじゃなかったら絶対できんだ。絶対できんね。軽バンってバイクじゃないと無理だったわ。ねえ。はい、じゃあ次回はインプレッサで調子いきたいと思います。やだ。魚広場来ました。yeah. はい、じゃあちょっと妖怪もしていきましょうか。行きます。うまそう。チータープリン。ちょっとね、車走らしとったらね、たまたま見つけて寄っちゃいました。はい、チータープリン買ってきました。はい。うわ、これ早く食べてえな。うちキャラメル。どこまでのこれ。チーター、多分チタとチーターで分けてる。あ、なるほどね。いただきます。キャラメルだこれ、うん、上。うわ、やば。キャラメルのソース、ほら。めっちゃうまいこれ。いただきまーす。びっくりするよ。うん。あ、おいしい。うま。おいしい。
さまでした。ごちそうさまでした。チータープリンセンでした。はい、じゃあ行きましょう。はい、というわけでね、今日いろいろ知多半島でね、いろんなもの買ってきましたよ。やった。じゃあちょっと遅くなっちゃったけど、お昼にしましょうか。もう辛いこと食べれるの。わっわっおぉ、穴開いた。え、なんでなんか刺さった。このエアクッション穴開きましたそっから穴開いたね。今回ちょっとね、米炊きたかったんだけど、たけるくんのコードがなくなってしまいまして引っ越し最中にコードがなくなっちゃって、はい、スーパーで買ってきましたお米です。はい、刃物、これはなんだ、干したやつかな。干したやつすごいね。これマジカニだよ、これ本当にいける、これ、うん、いただきます。うん、うめっちゃうまい。うまっ。よくカンチ食べれば大丈夫。うん、ご飯進む。美味しい。うん、最高。じゃあ開けていきます。ああ。わあ。わあ。これうまいわ。大丈夫？きな粉きた。いや、やっぱりこう定番の後ろでこうのんびりね、なんかドライブしてそこのものを食べて。ゆっくりするとなんか楽しいですね。いいわ。楽しいです。ね。うまい。きなこだらけやん。ああ、恥ずかしい。きなこババアやん。恥ずかしい。ババアは知ってるけど。ごめん。すいません。もう怒った。あ、もう怒った。めちゃめちゃ怒った。